の続きやってるでー。ということで、前回からの洞窟探検、今日もしっかりやっていきますよ。ここの洞窟、なかなか奥が深そうで、何かありそうな予感がします。今回の目的は、鉄、金、レッドストーンをゲットすることです。ここの洞窟、鉄はたくさんあるみたいなんですよ。いやー、本当に助かります。早く鉄道を完成させるためにも、おー、いきなりすけさん。早く鉄道を完成させるためにも、鉄がたくさん必要ですからねー。むふふ、鉄もたくさんありますが、金も見つけちゃいました。金は鉄道作りにも必要ですが、村人ゾンビさんを治療するときにも使うので、金もたくさん欲しいんです。この洞窟、鉱石はたくさんあるのですが、敵もたくさんだねー。気をつけて進んでいきたいと思います。あっと、ちょっとやばい感じに。危ないねー。ダイヤ装備が強いおかげで助かりました。さーて、金でもゲットしますかねー。お、鉄もまだあるねー。周りの安全をしっかり確保して、久しぶりの金ゲットです。てか、金って鉄のつるはしじゃなきゃ取れないんだっけ。鉄のつるはし持ってくるの忘れたー。そんなー、すっかり忘れてました。金はまたこの洞窟に来るときまでお預けですねー。せっかく見つけたのにな。今回は鉄集めに徹します。それにしてもこの洞窟、鉄がたくさんありますねー。やっぱ洞窟探検はこうじゃなきゃねー。順調順調、この調子で行きますよー。クリーパーさん、あー、く、クモさんか。なんかかわいそうな瞬間を見てしまいました。すごい吹き飛び方だったねー。さらに奥へ行きます。おお、これは地下渓谷ですねー。やっぱりこの洞窟めちゃくちゃ広いです。ダイヤとかも見つけれるといいなー。むふふ、これだけたくさん鉄をゲットできれば、鉄道がかなりの距離作れます。鉄道は、終点のふるさとの村まで、半分くらいの距離までできてるはずです。ようやくふるさとの村まで鉄道をつなげるプロジェクトも、ゴールが見えてきました。いやー、完成が楽しみですねー。金をたくさん見つけましたが、鉄のつるはしないからなー。もう、洞窟探検に行くのに、鉄のつるはし持ってこないとか、びっくりだよねー。お、ラピスラズリも発見です。
なんか、調べたところによると、マインクラフトのバージョン 1.8 からは、アイテムにエンチャントするときに、ラピスラズリを使うらしいんです。ついにラピスラズリも重要なアイテムになりましたねー。しっかりゲットしていかなければ。レッドストーンも発見。とりあえずマグマは危ないから塞いでっと。レッドストーンもありがたいですねー。ゲットゲット。あれ？ひょっとしてレッドストーンも鉄のツルハシじゃなきゃダメ？もう。鉄のツルハシを忘れるなんて、何しに来たんですかねー？参っちゃうよねー。本当にこの洞窟は鉄が多くて助かります。これだけ鉄をゲットできれば、あのお姉の村人さんがいる村にも、アイアンゴーレムさんを作ってあげられそうです。よかったよかった。レッドストーンもたくさんです。バージョン 1.8 から追加された、スライムブロックを使って、レッドストーン回路で楽しい装置も作れそうですねー。あ。ダイヤだー。ダイヤです。久しぶりに見つけました。ツルハシがないので、今はゲットできませんが、次来た時が楽しみです。ムフフ。ダイヤ、金、レッドストーン、鉄。これはまさに、鉱石の集合住宅やー。ちょっと。さあ、冗談はさておき。今回はそろそろ帰りたいと思います。鉄のツルハシもないし、鉄鉱石も取り尽くしたので、今回の洞窟探検はここら辺で撤収です。ところで、出口はどこだっけなぁ？なんとか出口まで来れたのですが、外は夜ですねー。せっかく鉄もたくさんゲットしたし、無理はしないで夜明けまで待ちたいと思います。だんだん明るくなってきたねー。そろそろ行きましょうかねー。あ、そうそう。この洞窟にまた来れるように、目印をつけていきます。あったあった。ここに土ブロックを高く積み上げて。これを目印にします。まだまだー。こんなもんかなー。降りるときはこうやって、うまいこと足元にブロックを置きながら降ります。うまい。もう一度行きますよー。こうやって、いでー。というようなことになりますので、皆さんも気をつけてくださいねー。さあ、帰ろう帰ろう。次、この洞窟に来るときは、幸運のツルハシを持ってきて、ダイヤを大量ゲットしたいと思います。楽しみだねー。あ、そういえば、この浮島。前回の動画のコメントでもいただいたのですが、ここに何か作りたいよねー。この浮島に、お城とかあったらかっこいいなー。
とか思っています。いろいろ考えてみますよ。ああ、今回の洞窟探検、充実してたなー。鉄もたくさんゲットできたし、金も、レッドストーンも見つけれました。大成功じゃないですかねー。よかったよかった。あとは村まで帰るだけです。到着。ただいまだぜー。帰ってきましたよ。お、お疲れ様。うまくいったのかい？そうだね。今回はバッチリだったよ。お、よかったね。お土産は？あるわけないよね。よし、無事に村まで帰ってこれました。はい。今回の洞窟探検、バッチリだったよねー。今度もう一度行って、ダイヤとかをゲットしてきたいと思います。それでは、今回の成果発表を。今回の成果はこんな感じです。まず石炭が24個。蜘蛛の目が1個。戦力岩が87個。今度、これを使って何か建築したいと思ってます。少ないですが、花崗岩もゲットしてきました。新しいブロックを使った建築、楽しみです。次は、骨が13個。ゾンビーフが20個。火薬が6個。糸が4個。スケさんが落とした弓が1つ。ラピスラズリも48個ゲットしてきました。そして、今回の探検のメイン。鉄鉱石は、なんと、129個です。やったぜー。一度にこんなに鉄をゲットしたのは初めてです。いやー、よかったよかった。とまあ、今回の成果はこんな感じですかねー。大成功です。今回ゲットしたアイテムを使って、次回からもいろいろやっていきたいと思います。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄、ツイッターなどで、温かい言葉、アイディア、アドバイスなどくれる方、ありがとうございます。返信は全然できていませんが、よければこれからもよろしくお願いします。それでは、さあようなら、またねー。